うっす、こんばんは、ズボラ食堂の庄司でございます。そしてみっちゃんです。今日ね、あなたの誕生日祝い本命でございます、はい、岩手、はい、2日目、はい、場所はこちら、この古民家。上何入ってるんですか、あれは。あれ、かやぶき、オールかやぶき屋根。これね、トマヤさんって言って、うん、ここを予約するのも含めて、はい、手紙でしか予約ができません、はい。だから大阪から手紙を送ると4日かかります、はい、野田村っていう場所にあって古き良き。そうで、ここ今回みっちゃんの誕生日祝いで泊まりたいと、はい、基本的に撮影はお断りしてるような感じのことがネットで書いてあって、はい、テレビ局とかのお願いしたら、なんと許可をいただきました。撮影も含めてあなたの誕生日のためにということで、今日はこの100年以上経過した重要文化財級の古民家にお泊まりします。いいですか。はい、これは貴重な経験ですよ。まあ、ちょっと楽しみにしてもね、行きましょうか。トマヤさんでございます。はい、失礼します。こんばんは。お願いします。すいません、こんばんは。はい、こんばんは。失礼します。部屋は一部屋で大丈夫ですか。はい、大丈夫です。この部屋はい、失礼します。よいしょ。うわ、広っ。よいしょ、お願いします。すごい、針。僕、若かりし頃家業を解体やったんで、みちゃん知ってると思うけど、家屋解体早いで、この針すごい。京都の旧家でもなかなか見ない。あー、すみません。寒いでしょ。どうも、こんばんは。いや、こんばんは。すみません、到着遅くなりまして。ありがとうございます。血明っていう草のお茶ですか。あ、うまい。これうまい。かきよし、かき血明というお茶を出します。血明石説明して、へぇ、吉垣うま、うん、あ、美味しい。北限に近い滝なんですよ。あ、そうなんですか。もうちょっと行ったらもう滝実がならないからね。ああ、なるほど、なるほど。北限なんですね。北限って何なんですか。北の限界。あ、なる限界の。そうそうそう、なる限界がこの辺なんね。うん、美味しい。すごいデトックス、この雰囲気が。皆さん言われません。あ、そうですよ。ですよね、うん、絶対あると思うね。そうそう、マイナス4やら、煙の浄化作用やらね。ですよね、感覚がこうタイムスリップする、ね、そう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 。煙ってやっぱ浄化作用あるですよ。なんか落ち着くよね、こういうの、うんうん、こういう、また生ハムなんかもね、それでできんでもね。ああ、そうですよね。ここ築160年です、ね、165年ぐらいです。うわぁ、すごっ。黒船が来た頃ぐらいに、ね、幕末。ここの、この家を買われたんですか。いやいや、村がね、こういう古民家保存のために一個ずつ買い取っていって、今、アジア民族陶芸館に3つと、ここと、あと国民宿舎に1つ残してますね。ああ、なるほど、なるほど。アジア民族造形館のからだんだん一つずつ増やしていってきて、ここがちょっと離れたところに4個目買い取って、はい、宿泊主任して、はい、その翌年僕旅で造形館見学に行った時に誘われたんです。ああ、なるほど。それも住みますって言って、うんうん、へえ。あなた寝落ちしようとしてる。いやいや、ずっとこれ見てる。あったかくて静かやし、うん、この時計のカチカチカチが心地よくて、いや、わかるわかる。なんか非現実みたいなイメージじゃないですか、うん、1時間ぐらい寝てもいいと思うよね。僕こういうのを書こうって話してるって多分人生初めてなんですよ。わんこそばを食べてきて。 あ、そうなんだ。わんこそば150杯食べて。150杯。すごいね。僕85杯で死にました。ここ150杯食べてます。150。すごいな。美味しかったんですよ、うん、美味しかったです、本当に。こういうさ、動画静寂をずっと見たいっていう、そういう人もやっぱいると思う。あ、いるいる。一回試しにコーヒーズボラ食堂でそれ流してみる。いや、火のこれだけをずっと。いや、まあそれはないかな。それはない。視聴者層がね、うん、ビジュアル系のお客層にロックしてみる。
一生懸命今落ちたね落ちた落ちたもちろんそれ拾った方がいいねそこ落ちてたこの橋すごこれが鏡台やねんけど鏡台の親戚みたいなやつはちょっと名前知らねえけどねへえ鏡台、はい、こんなもん絶対うまいですよ今日お魚は？はい。遠かったね。昨日から来てるんですかね。昨日はい。はい。昨日一晩泊まって。あ、そっかそっか。はい、どうぞどうぞ召し上がってください。はい、いただきます。いただきます。初めてはこれある。いただきます。どうぞ。めちゃめちゃ美味しいこれ。よかった。よかった。うんまあ、彼らは遠野の早知根神社ってとこで、はい、合宿わらしを分けてくれる年に1回の例大祭があるんですけどね、はい、はい、そんなんあるんですねもうその見られた人っていうのは結構はっきり見たりす、うん、されてますか、うん、向かい見てるからあすごいあの女の子、お姉ちゃんが自分の能力よりワンランク上の高校を目指していてお母さんが座敷わらしにお願いしようって言ってお母さんとお姉ちゃんと妹さんの3人でお風呂に入ってたのすごい悲鳴が上がったの何だろうと思ったら妹さんが満面の笑みで座敷わらしが出たっていうのでもお姉ちゃん怖くて怖くてお姉ちゃんはねあんまり会いたくなかったんやけどねはいはい妹とお母さんは会いたくて、うん、お風呂のところがガラス戸なんですよはいで聞いた話ですよ、これは、はい、ガラス戸が開いてないのにスーッと子供が入ってきたんだってへえで、お姉ちゃんは髪を乾かして出ようと思ったところスーッて人が入ってきたからキャーって悲鳴を上げてあ、まあ、はいはい、そうですよねでも妹さんは嬉しくて嬉しくて、うん、妹さんは見てないんだよね、会ってない、うん、お姉ちゃんの話だけ見た、うんうんうん、なるほど、その後音とかは会話だけも、うんまあ、部屋でよくあるのは本当はあの音だよね、うん、押し入れとか壁を叩く音とか、うん、外で夜中に誰かがほうきをしてなんか入ってる音がするとかねはいはいはい、はい、その辺はよく出るなちょっと物を隠すとか、ね、隠す隠す大好き物隠すで、パスとかしてて、はい、物がなくなるんですよなくなって帰る時に出てくるみたいなのは何人か聞いてね今までね一生懸命探してもみんなで一生懸命探してもすいません必ず出てくるので使い捨てカメラを買ってくださいとかってあ、はいはい、言ってお部屋が全部片付いてふっと見たら運んでないのにカメラがあったりねポンと置いたんですか、うん、なんでこれが見えないのよとかっていう感じあんなに一生懸命探したのに不思議そういうことはあるんだけどもう今日携帯が来る前のそのスマホ全長ちゃう可能性あるよね何なくなっちゃったないなくなってスマホ、うん、あれでしょびしょ濡れの地面に落ちやすい外に壊れなかったあそれ大丈夫でした壊れなかったそれは男の子なんですか女の子なんですか私が見たのは男の子ああなるほどうん。だいぶ昔のお子さんみたいな、うんうん、ひざまでの着物を着て、うん、でおかっぱ玉でへえすごい声を聞いたのはあのおばさんだけだよねいやーどうかなあれだったかな物音と現象はあるけど声を聞いたのはあの人だけな気がする本当に不思議でお客さんが犬を2匹連れてきてくれたワンコがハーネスだから人間が取られて取れないはずなの首輪だったらすっと抜けちゃうけど、はい、朝散歩に連れて行こうと思ったらハーネスが薪のところに置いてあるのえと思って奥さんは寝てるどういうことと思って犬を見たら犬は遊びすぎてぐったりしてるでそのお客さん怖すぎてその時は私たちにも誰にも言わずにお家に帰ったのいろいろあるね今日取れるかな取れたらいいねちっちゃい子だったよ名前聞いたおばさん曰くはるちゃん、うん、お名前はって聞いたらはるちゃんだけど朝
土砂降りの次の日が晴れてて、はい、その土砂降りの日子供が来てて、夜2時か3時まで私たち起きて遊んでたの。お客さんおばさんは寝た。そして朝、起きなよ起きなよって声がするんですって。普通だったら、え、誰と思うじゃない。はい、はい、そのおばさんすごいよ、お名前はって聞いたんだって。あそしたら、はるちゃんだよって言われて、起きたら外がもうすごい綺麗な青空で、はい、思わず写真を撮った。でその方のお父さんがかやぶきの絵を描いてる絵描きさんだったの。だから起こしてくれたんだって言ってたけど。あ、なるほど。あ、ありがとうございます。これ絶対うまい。僕はね、僕はもうちっちゃいので、ちっちゃいです。もう結構これも食べれないぐらいで。何倍でしたっけ。僕は100杯ちょうどで、ね、何倍ちょうど。手形もらえたね。もらいました。よかった、はい、そう、手形のために頑張ったから、ね、頑張りました。めちゃくちゃ甘い。なんかさつまいも食べれるみたい。本当にすごい美味しい。なかなかもうちょっとやけどね。硬、はい、いから、もう身は少ないから。あ、はい、ちょっとしかないからね。うん、こんなもん、無人島サバイバルでやってた時にこれ出てきてたらもう。奪い合いやね。奪い合いですよ、これ。そんなことやったんですか。いや、やってたんですよ。あの、沖縄の無人島で1週間サバイバルで。まあまあ、ペコペコで、やっとこれぐらいのカツオっぽい、あれちょっと違う魚なんですけど。ルアーでうわーっつって集めた。よっしゃーって。最後の晩餐にしよう。そうです。最終の、はいはい、でボート生け捕りにして網に入れて身につけといた。はいはい。たまたま干潮の時期がヒットしたのかな。僕らだから釣った時は満潮で、もう次の日の朝干潮で岩場に打ち上げられてて、網ごと引き上げたんですけど、真夏にやってたのですごい温度で、もう揚げた瞬間に匂いが、ほらあかん、がっかり。残念やったね。YouTube のそういう仕事ってある意味あれやね、みたいな。ああ、もう本当そんなイメージですね。あのディレクターは2回泊まりに来てくれてます。ああ、マジですか。怖がり怖がり、めちゃくちゃ怖がり。そうですか。うん、あっちのお部屋一人で行けないの。ああ、本当ですか。怖い怖いっつって、うん、普通に数で泊まりに来た。いやいや、うん、遊びに、あの地方のテレビマンとかの、はいはい、広告会社とかそういう連中がやっぱ憧れなんですね、はいはい。さんを講演会に呼んで、はい、盛岡とかよそでやっても宿泊所ここに来たりしてね。あー、なるほどなるほど。そういうことなんですね。めちゃくちゃ怖がりだよ。なんかお部屋に何か忘れてきても一人じゃいけない。電気ついてますよ。どこまで本当かわかんないけど、でも2回ともそうだったね。あ、3回泊まられたかな。あね。めちゃくちゃ美味しい。あ、うまいね。これ、ちょっと震え方がもうあかん震え方してますよ、それ。めっちゃ寒い。いや、寒いのは分かりますけど、これもう寝る気満々やん。いやいや、ね、いや、これ寝るじゃん、逆に寒くて。俺はここでくたばってる方がキャプテンでございます。こっち側で布団のもっこりしてるのがみっちゃんです。で、キャプテンはこの状態で今力尽きております。くたばり方が気持ちいいでしょ、これ。キャプテンのこれはなかなか見れないですよ。こんな状態です。キャプテンがかわいそうなことに人事権限はいらんね。ストップで足焦げないのかな。もうね、無反応でみっちゃんはもういびきかいております。かいた、うん、いびきかいた、起きた。いや、かいてたけど、今かいてます言うた瞬間に起きたな、うん、いや、いいよいいよ、寝てて大丈夫。
おはようございます。あ、おはようございます。料理が簡単。朝お風呂入ったいね。朝入りましたね。いえいえ、ぬるかったでしょ。あったかかったんですよ。それでも、はい。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。撮影をしてて、いろいろ出ました。いいの撮れてると思います。あ、本当、不可解なことというか、うん、すごいこう、いたずら的な感じで。あ、本当、本当に撮れました、いろいろ。昨夜誰か洗面所にされた？昨夜は、いや、行ってないですね。じゃあ、多分同じ人を見たんだ。同じ人を見たら洗面所で誰か人が立ってたの、黒い髪。あ、本当ですか。洗面所っていうかね、僕らここにカメラを置かせてもらってたんですけど、うん、そこのこの障子越しというか、うん、あっちで影がスーッて動いて、でずっとカメラを置いてたんで、もしかしたらそれも撮れてるかも、いろんなことが不思議ね。いや、それでワンちゃんのお父さんだから遊びに来たんだね。そうですね。ね、2時以降ぐらいやっぱり2時間ぐらい、本当に2時以降ぐらいからぐっと、ちょっとあのインスタグラムっていうので視聴者さんを参加させてライブをやって、そんなことできるんだ。はい、部屋の中でやらせてもらってたんですけど、うん、もうすごかったですよ。後ろの襖の絵が動いているとか、あれが後ろ通ったよとか、コメントがすごかったです。なんか不思議いっぱいですね。本当に、うん、ありがとうございます。なんかお風呂場の渡り廊下の時、タヌキの親子みたいな、いた、いた、いました。今年はタヌキが増えてる。あ、そうですか。あの親父タヌキみたいな、あもうコロに太ったもので、でかいのがいてね。はい、でかいのが真っ黒の顔で、はい、見に来ました。昨日一瞬見たらクマか思うぐらい。あ、そうそうそう、僕も子グマかなと思ってちょっと警戒したんですけど、めっちゃ可愛いタヌキでした。ゴロンゴロンしてるよね。ゴロンゴロンしてる。すごい威圧的に見られる。そうそうそう、じーっとこっち見てましたね。お仕事慣れてよかった。あ、いえいえ、もういい経験させてもらいました。もうお風呂は不思議だったな。洗面されてるんだなと思って。ねえ。見てんです。真っ黒い影。もう黒い影見たんですよね。うん、あの一緒じゃないかなって思います。ね、今考えたら電気の下だから洋服着てた色が映るはずなのに、うん、黒い影だった。はい、うん、考えたらそうだよ、色があるよね。うん、まあいいや。そう、不思議は不思議のまま。そうですね、言ってたね。それがロマ。年末年始いろんな人たちに不思議を、お楽しみを発信してあげてください。はい、ありがとうございます。気をつけてね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さっきキャプテンが黒い影を見た。こういう状態です。これなんで真上でこんなことなんですか。なんか落ちた音やね。ね、うん、お、びっくりした、タヌキや。ドンって何？今顔認証したな。え、ちょっと待って、今のは見逃せんぞ。明るいです。あ、ほんと？ライトかな。暗い。どっちやな。暗い？